はい、どうもドライトでーす。よろしくお願いします。ですね、2日目です。はい、水着目。前回ドライト級やったんですけどね、ちょっとそれで終わりにして次の日撮ろうってなって集まりました。はい、はい、ね、今回は特殊選抜の皆さんにちょっと集まってもアサドさん。あ、来てくれた。ちょうど今始まった頃で遅刻だよ。うわ、遅刻だ。これ出席まで書かないといけないじゃねえ。遅刻だ、廊下に立ってなさい。あー、マサドさんが入ったらさ、スキンがマサドさんになったんだけど。あ、本当だ。変わった。昨日はね、ドライト級は一般選抜でしたね。そうですね、はい。一般選抜、今回特殊選抜です。イエーイ。あれ、ワールド名一般。うん。え？面接？知らんよ。一般？知らんよ。なんでもないよ。今日なんですけど、ジャンルが全く変わってまして、今回は、ドライトさんのジャンル以外。お、マジ？以外です。それしか出ません。次じゃあ大田さん、それこそドライトさんがどうとかっていう問題はあるけど、それ以外もうそのドライトさんといえば何さんの何々といえばみたいな、そんなのは全くないです。はい。あ、一問二問出るから。確率高いってわけですね。で、新規も有利な。新規も有利。だがしかし専門的な知識雑学がクソ多いです。よーし、やったるね。問題は23問ぐらいかな。はい、めっちゃあるやん。オッケーよー。じゃあちょっとドクターペッパー、あ、嘘嘘嘘。じゃあ行きます、第1問。はい、あ、俺何の名前問題出したっけ。えい、あっ、めちゃタピオカの原料は忘れた俺。いや、これは思い出したぞ。俺は分かるぞ。スミスさん、なんて書くでしょうか。なんかテレビで見たいけどな、俺も。はい、来ました。タロイモです。タロイモ？タロイモか。タロイモか。タロイモ。どちらかってわかんないけど、そんな聞かないよね、キャスパー。あ。あ、誤爆したぞ、こいつ。やらかしたぞ、お前。やらかしたら。はい、なずまさん。キャスサバです。あー、もう、泣いちゃう、俺。ダメじゃないよ、タムさん。誰だよ、今すぐの。誰だよ。ミスター冬。でかーい、ナズマさん、イェーイ。うわ、負けた。カスタバだね。ネバカちゃんに負けた。ルーティンが1秒ぐらい押せるやん。出てから。もう、いや、もう、これ、やめるわ。あ、第2問行く前にちょっと待ってね。あ、ごめんなさい。あ、はい、いいよいいよ。はい。いや、ちょっとね、OP が入ってるから、あの答えが出てんだよ、俺左上に。ああ、ちょっとそれ大玉さんがタグ外してもらって。なんでドライトさんに入ってたの。入ってた、うん、外しといて今のうちに。じゃあ稲妻さん答えお願いします。 15? 違いますね。はい、ワイバンさん待てよ。でめっちゃ頑張ってんじゃん。で、T が8だからマイナスって7。お、正解。おー、7。そうですね。さすが、はい、数学の神ですね。右から 1,2,4 って感じで足していけばいいから、16,32っていったら8,192とかいったら、ファイナリーとはね。まあ、これは不利有利出る。工業系の学校通ってて。工業系だね、うん、確かに。そうですね。でも情報系の時代だね。俺は知ってんだけどね。あ、ちなみに数学にもありますよ。はい。そうですね。あ、どうだった。二進数は難しいね。じゃあ、行きまーす。はい、お願いします。日本で最初の言語は？これはつらい。これはつらい。おっと、リンリンさんですね。はい。あ、間違えてたらごめんねっていう感じだね。わかるかな。まあ一応あと30秒、29、28、
27、26、25。はい、違う、24、23。ワイブってなる。22、21、20、19。タイカって言って、タイカの会心の方がねえ。そうですね、タイカの会心のタイカですね。正解。おーい、これね、いいっすね。社会の会ですね。そうそう、タイカの会心から始まったんですよね、言語っていうのは。はい。なんか、小学校の時になっても、地理じゃねえわ。歴史の教科書とかに載ってたね。案外結構、取り入れられてるか、まあ、か見るよね。はい。じゃあ、まあ、4問目。ドラクエ4に出てくる占い師は、わからん。これは名前かな？名前で。では、スミスさん、お願いします。導かれる者たちは分かる人いるかな。難しいね。超だって。あ、スペーサー超違うね、これは。間違えました。じゃあ、キャンセル。ああ、じゃあ。パス？パスかな。じゃあ、パスしましょう。はい。ネズマさん知ってるかな。ミネア。ミネア。あれ？ミネア。ミネアかな？といえば、マーニャ。ドラクエライバルズ、正解。よー、正解。よう分かんな。これはね、ミネアが一番好きかも、ドラクエキャラの中で。ミネアは第4章に出てくるんですよね。そうで、第5章で導かれし者たちだっけ。そう。イタストにいた気がするか。いるね。そうそう。いるはず。うん。イタストで一番キャラの原作と違うのって言ったら、フローラ。では、お願いします。マサドさんにあえて答えさせるってことも、あるよ。はい、かわいそう。はい、ポケモンの第5世代は、わかんねえ。これは何？例えば、緑とか、そういうことよね。赤緑とかそういう感じね。オッケー。すいません、わかりませんです。正解お願いします。ねえ、ねえ、最初に言ったじゃん、もう。あれ、クイズ大会とは。クイズ大会ですよ。お、マサトさん来ました。第5世代の舞台層の名前が出てる。どっちでもいいよ。そっちか。まあ、まあ要点を捉えてるから世界で行く。一周地方くらい。そのブラックホワイトでもブラックホワイトってあったのか。勘で言おうと思ったのに。ブラックホワイトか。確かそうやったら増えたはずって思ったんだよ。なんでだろうね、俺ポケモンね、昔はすっげえ興味なかったのよ。あの、ポケモンサンデー見てたのに。なんでだろうね、本当。はい。あ、来ました。いきなり。音楽機構の DC、この意味は。スメシさん、お願いします。忘れた、これ。わかるかな。わしわかる。スクールパンド買ってた。さあ、出るでしょうか。そこはジッタークリックしろよ。30、28、27、26、25、24、23、22、21、20、19、これ答えられるな、18、17、16、15、これ答え入るな、13、12、11、13、12、13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 
弱いな。弱いです。違いました。マイバーンさんです。ちょっと押し負けるの多くね。化け物だ、わかるんだ。化け物だ、わかるんだけど、よくよく考えたら化け物でそこ化け物で場所ね、名前が知らんかった。案外多いからね。化け物だ、わかるな。特定の記号があってそこにね巻き戻るな、分かってんだよ。俺も分かった、俺も答え分かったよ。俺分かったよ、俺も分かった。山山さんお願いします。そう、やっぱりその名前出てくれ。端っこに寄ったらなんかダメージ食らうんだけど、怖い怖い怖い。まあ、でもダルセインみたいな、ダルセインがね、ダルセインに生まれ戻るってやつ。ダカーポイね、まあダカー、違う、違うらしいです。お、分かったか。
え、ちょっと、あ、ちょっと待って、いけるかわからんけど、ちょっとやってみるわ。多分いってる。でね。お、何が出るでしょうか。で、点が出ないけど、まあいっか。いよいよ。あれこうじゃねえ。ダカーポ。あー、落ちた。待って、俺ね、長く放つと落ちるんだよ、これ。あー。ダカーポの意味のことですよね。あー、意味か。あ、ほんとだ。おい、いいよ。まだいいよ。いいですよ。あ、落ちてた。意味ですね、多分。答えてほしいのは。あー、意味か。うん。ですよね、渡辺さん。そうですね。で、これ、俺、スマホで答えないといけない。一応、答えるやめたらパスした方がいいよ。あー、じゃあパスで。はい、パス。あ、さあ、答えられる人いますでしょうか。そう。なんか、ここまで来ると怖くなってくる。ちょっと、あの、探してきて。もう一回確認してしみていい。あのね、その適当に Google なんか iPhone のさ、その検索するやつあるじゃん、なんか、うん、そのタイム時間とかそういうところに、そこにね、ダカーポって言うとね、違うダカーポが出る。あ、マジでどっちだ。あ、いいよ、大丈夫。わかんないから、ダカーポダメか。あ、待って、わかった。お、分かった。はい。お答えを。これじゃね？曲の始めに戻る。お、なるほど。戻ってきてこれる？戻ってこれると思う。3秒待って。落ちた。